レクストンは韓国の34が製造、販売している自動車である。4WD システムはトルクオンデマンド式を採用。Y400 のコードネームで開発2017年のソウルモーターショーにおいて G4 レクストンの名で世界初公開され、同年上半期に発表、発売予定とアナウンスされた。社名の G4 とは走行性能、安全性。 スタイル、ハイテクの4大革命を指し、レクストンブランドが培ってきたプレミアム性を継承、消化させる意味合いが込められている。東大においては、ブランド初となるピックアップ仕様のレクストンスポーツも発表され、欧州市場においては、レクストンスポーツではなく、ムッソの名で発表された。ボディについては、高調力後半の使用率を、 仙台の16.1%から81.7%へと大幅に引き上げたことで、シャシーへの部材追加や、サブフレームなどによる補強を行うことなく高い、ボディ剛成を確保している。海外市場へは、仙台同様、レクストンの名で輸出され、6足 MT も設定される。また、インド市場においては、親会社であるマヒンドラマヒンドラにて、 アルトラス G4 として2018年11月より販売を開始。2012年12月21日、祖税日報が伝えるところによると、韓国軍が総流自動車の2012年モデルのレクストン W とコランドスポーツを式巡察及び作戦遂行に使用する野戦式車として採用することを決定し、同年中に99台が総流。 平沢工場より軍への納入が開始されたという。市販車両が軍用車へ改造、転用された例としては、陸上自衛隊の73式小型トラック型や、ピックアップトラックなどをベースに、反政府武装勢力を中心に製作、運用される、テクニカルなどの事例が存在するが、4WD といえどもレクストンやコランドのような、モノコック構造の SUV という、 乗用車とほぼ変わらない車両がそのままの形態で、野戦向け軍用車として採用される事例は、類例があまり見られないものである。自衛隊でも業務車1号、同2号、同3号として SUV など、市販車両の採用例はあるが、あくまでも、駐屯地業務用としてのもので、実戦を前提とした用途では使用されていない。なお、総流によると今回納入される車両は、 明細塗装、アクロ走行向けの体型タイヤ、ホイールへの交換が施された特別仕様であり、韓国の地形に合わせて、プログラムを再調整した e z ザ d ィ2 0 0 LED エンジン、自動変速機、ABS、運転席、助手席、エアバッグ、カーエアコンなどの装備により、実践での運用にも支障は発生しないとしている。日本では、福岡県に本社を置くオートレックスが、 2007年頃まで輸入販売を行っていた。ラテン語で王家、国王を意味する、レックス英語で品格、貴品を意味する、と根からの造語で王家の品格という意味を持っている。二代目のサブネームである G4 は四つの革命、すなわち走行性能、安全性、スタイル、ハイテクを指している。G4 レクストンの場合。 マヒンドラ s r ーリス G42 リーディファインザハイエンド SUV セグメントマヒンドラマヒンドラ2018年11月23日閲覧からネイバー租税に一報2012年12月21日付ありがとうございます